毎度、徹子です。韓国政府は、新型コロナウイルスの予防ワクチンを確保するために、ファイザーとヤンセンは、今月中に、モデルナも1月中に契約すると言い張っています。しかし、実態は、こうなったらいいな、という願望が、こうなるべきだという思い込みに変わっただけで、契約交渉は進んでいないみたいです。ニュースの詳細。韓国政府は、新型コロナウイルス感染症予防ワクチンの導入に向けて、ジョンソン・エンド・ジョンソンのヤンセン・ファーマとファイザーとは今月中に、モデルナとは来年1月までにそれぞれ契約する方向で進めていると明らかにした。しかし、連日、コロナ新規感染者数が1000人を上回るとともに、米国や英国などではワクチンの接種が相次いで始まっていることから、国民の不安も高まっている。来年2月から、3月に国内に持ち込まれる予定のアストラゼネカ以外のワクチンは導入日程が具体的に決まっていない状況だ。政府は18日関係省庁合同ブリーフィングを開き、新型コロナワクチン確保の現状及び予防接種計画を発表した。政府は8日に COVAX ファシリティワクチン共同購入のための国際連合体を通じて1000万人分、製薬会社との個別交渉によって3400万人分のワクチンを先行購入することを確定している。しかし、アストラゼネカ1000万人分の他には購入契約が完了しておらず、接種時期も具体的に明示できていないため議論になってきた。とのことです。あかん。韓国はどの会社のワクチンをいつ接種できるのか、全てのことが決まっていません。連日、1000人台の新規感染者が出ているのに、韓国政府はワクチン計画を発表するだけで国民の怒りが爆発しています。確保できたワクチンは国民全体4400万人分のうち、アストラゼネカの1000万人分だけです。ファイザーとモデルナ各1000万人分、ヤンセン400万人分のワクチンは購買約定書を締結したにすぎません。3社とそれぞれ契約する方向で進めているみたいですが、やってます感を出しているだけなんじゃないかなって思います。具体的に話が進んでいるなら、日程や契約の進捗状況の話が出てくるはずです。残り1000万人分は、ワクチン開発に各国が共同出資、購入する COVAX で交渉中とのことですが、COVAX は、ワクチンを平等に提供することを目的としているので、対象は主に途上国です。確か、韓国は先進国と主張していたと思うのですが、主張を撤回したのでしょうか。本音？主要国がワクチンを先に確保しようと競争をする状況で、ムンジェイン大統領は経貿易が成功したと自慢することに夢中になって、最も重要なワクチン確保で突っこけてしまいました。市民の協力と医療スタッフの献身で成り立っていた経貿易の功績を横取りした挙句、自国民のワクチンさえまともに確保できなかった大統領の言葉に耳を傾ける国民はいないんじゃないかな。コロナの感染拡大が収束した後、誰がどのような判断をしてワクチン確保に失敗したのか追及されることになとる思うので、ムンジェイン政権のレームダック化が進みそうです。それに韓国歴代大統領の末路を考えると、ムンジェイン大統領の末路もかなりヤバいことになりそうですね。こちらが韓国の反応です。不動産からワクチン契約までの動きを見ると、ムンジェインは国を滅ぼそうと決心したようです。経貿易を自慢したくて、広報費1200億ウォンを使う一方、ワクチン確保予算は、野党の指摘するまで2000億ウォン前後しかなかった。この政権は、今後もかなりの期間、距離を置く防疫体制でコロナ危機を乗り切ろうとするだろう。自分たちが望むように法を変える。新しい世界を実現するまで、コロナを口実に国民を縛り続けるだろう。経済的ストレスと不満は、一部階層に支援金をばらまき、ガス抜きをする。自分たちに反対する勢力の要望は無視し、抵抗するなら弾圧することを躊躇しないだろう。もはや現政権にできないことは何もない。今や、本格的に誰も経験したことのない国になりつつある。日本をはじめとする多くの主要国は、ファイザーやモデルナと先行購入契約をして、1から3月に接種を開始する。ワクチンと病室を確保できない政府は、効果論に出てきた信者と国民をコロナの市販だと攻撃している。ムンジェインの経貿易自慢だけではコロナ危機を乗り切れない。
理由は金だ。無駄なところに金を使うので、このような時に使うことができる金がない。まだ自分が投票したムンジェインに対する信頼を捨てきれない人が多いですね。見たことを信じるのではなく、信じたいものを見る。どうか現実を直視してください。ムンジェインが本当にうまくやっているように見えますか？過去10ヶ月間、コロナ補正予算70兆ウォンを軽貿易省に注ぎ込んでしまった。だから、何の準備もしていない。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。